体操女子の全日本ジュニア選手権で総合優勝を果たした鳥栖高校の曽根崎しずく選手が、国内だけでなく世界で活躍する選手になると今後の意気込みを語りました。鳥栖高校の曽根崎しずく選手は昨日鳥栖市役所を訪れ、橋本市長に今月横浜で行われた全日本ジュニア選手権優勝を報告しました。曽根崎選手は跳馬、段違い平行棒、平均台、床の4つの競技の合計得点を競う個人総合で2位に1点差以上の大差をつけ優勝しました。優勝することができたことは、周りの方々のおかげだと思うし、それを報告することができたのは大変嬉しいです。世界大会やオリンピックに出場し、上を目指して頑張っていきたいなと思います。曽根崎選手は10月に栃木県で行われる国体にも出場し、少年女子の部で佐賀県勢初の国体優勝を狙います。